皆さん、おはようございます。上野隆子のハイク TV、今朝の一句をお届けいたします。今日は2月の28日、えー。2月もね、今日で最後ということになりますけれども、今年は28日までなんですね。2月は短いですからね。天気予報の方は、今日は晴れというふうに出ております。まあ、世田谷あたりでは朝のうちは晴れるかなという予報のようですね。それでは、 今朝の一句松尾芭蕉の俳句をご紹介していきたいと思います。芭蕉は生涯に千個余りの句を残したと言われております。けれども、その中から毎朝一句ずつご紹介してまいります。それでは、今朝の一句松尾芭蕉三百六番目の句です。 寺に寝て、誠顔なる月見かな。寺に寝て、誠顔なる月見かな。1687年。 松尾蕉四44歳の時の句です。それでは解説してみますね。寺を宿として、それらしく誠実で本格的な お月見であることだとこのように場所は読んでいるのではないかなと思いますそれでは、えー、さらに細かく中身内容を、えー、さらにねチェックして見てみたいと思いますまず「俳句」「七5の17文字17音からチェックしたいと思います えっとですね、今日の句、まず上語なんですけれども、寺、寺に寝てと、ちょうど5文字で言葉が区切れております、まあ。寺というのはお寺さんの寺のことですね。で、中七、と、がおなると7文字。まあ、これはまこと。 誠実の誠、誠の一文字で、場所は、誠がおなるっていう風にな歌詞で歌ってるんですね。そして下五、最後どうくるかっていうと、つ、き、み、か、なということで、五文字。最後もちゃんと五文字って区切れております。 ですから、今日の句は、俳句五、七五のリズムとしては、きちんと整った五、七五の17文字に、えー、きちんと整えられたリズムのいい、調子の整った句になっていると思います。そしてそれではさらにね、細かい内容中身なんですけれども、まず俳句ですので、この中で、季語はどれかというのを探したいと思います。 えー、今日の句はもうすぐお分かりですよね。えー、大きな季語、月という季語が、えー、混じっております。最後、下語月見かなの下語で、お月見、月見という、えー、この秋の大きな季語、お月様を愛でる月見というのがね、えー、来ておりますので、十五夜様のお月見のことですね。 ですからこれは秋の句というふうにまず分かると思います。えー、内容なので「月見かな?」と言っております。まあ、これが、えー、お月見、まあ、厳密には十五夜様ですよね。15日のお月見。まあ秋季節的には秋ということになります。じゃあお月見をどうやってこの句で表現しているのか。 っていうとまず、えー「お寺に寺に寝て」と始まっていますから「お寺に寝ている」えー、今日は場所はお坊さんですから、まあ、お寺はよくこうあちこち全国各地のお寺に行くわけですよね。で「寺に寝て」「お寺に今日はお寺を宿として寝る夜の渡航もね る宿として寺を宿として誠側をなるということなんです。というのは、えーまああのー、もうこれはそんなに今の時代でも、あのー、難しい解釈じゃないんですよね。あの誠実の性誠、えー、誠実の誠ですね。 ごんべんに、こっちですね。こちら。誠。誠実のせいで誠。この字を当てております。で、場所は誠顔なるっていうふうに言ってるんですね。ってことは、顔っていうのは、まあ、誠の顔、えー、誠実な顔、えー、これこそがまさしく、えー、言われている、 お寺に泊まり、お寺さんで、十五夜様をめでる。本式の、えー、これこそがお月見ですというような、そういうような意味だと思うんですね。で、これは多分、誠顔っていうのは、えー、自分のことではないかなと思うんですよね。誠顔なるって言っているので、 誠実な「まさしくこれこそが」という、えー、きちんとこうなんて言うんですかねあの言,い言い伝えに沿ったというような、えー、言われている慣習通りの、えー、誠誠実、えー、ちゃんとね忠義を尽くすみたいなそういうような意味がありますよね。えー、そういうい えー、そういう、えー、この慣習通りの言われている通り伝えで残っている、えー、昔から行われてきた、えー、本式のこれはお月見ですねっていうように場所本人がこう、うん、これはまさしく月見だっていうように <laughs>、えー、自分が、えー、誠に、えー、誠実にちゃんとお月見をしてますっていうような そういうようななんかこう満足した顔をしている、えー、そんなようなこういかにもまことのようなあのー、ふうんなんていうんてですか顔風悌、えー、そんなような整えられたいかにもそういう顔ですねってそういう表現ですね表面ですねって表されてますねというような意味だと思うんですね。で、えー、そのまこと こ、えー、これこそが全くまことの本格的なというこの、えー、原点みたいなねこれぞ月見っていうようなまあ、どんちゃん騒いで宴を催し、えー、どこかよく見える場所で、えー、池のほと,ほとりなどで、えー、まああのー、なんていうんですか 野野外外ででですすねね今で言えば野外ですよ、ね、そういったところで、えー、宴を催し大騒ぎをして飲めや歌エアで過ごすのも面白くて、えー、美味しくてお酒も美味しくていいんだけれどもお寺に泊まり月をめでながらちょっとこうこ,こでまあ一婚したかどうかお寺さんということで、えー、そういう短いですからねそういうことには触れていませんが。 そういう、えー、月そのものを、いかにも、本当にお月見そのものを、えー、楽しんで、めでて、そして供養して、えー、月を祈って、えー、これぞ本式だっていうふうに、場所は、えー、満足して、自分はこれで満足そのものです。これぞ本式の月見をいたしました、今年は。 っていうそうでえっ、ー、とここのこの句にはちょっとですね解釈にも少しこう注意した方がいいかなと思うような前書きが添えられております。でその前書きはというと「鹿島にもうでける頃」から、えー、やはり、あのー、場所本人が鹿島に めで、あのめ、めでたんですね。このお寺が鹿島にあるらしく、そのお寺さんを、えー、お参りに行ったお寺さんへ。そして、宿、根本、寺という、えー、根本、寺という、その根本、物事の根本のお寺。大元の寺という、ここに宿を取ると、宿、根本寺、寺 いいう、えー、こういうこ前書きがあるんですねですのでそのこのですね前書きもちょっと難しい前書きなんですけれどもこの金、えー、本寺というお寺は、うん、これがね果たしてどこにあるかというのがそのちょっと とこの前書きだけではそ,うそのお寺というのがはっきりわからないんですけれども鹿島の辺りにそういった言われている金本寺と言われているようなお寺さんが昔江戸,江戸の時代芭蕉の時代にはあったようなんですね。ではっきりとと寺の名前として なので、えー、今でも残っているかどうかというのはちょっと定かではないんです。こういう物事の根本、根源の根、根元の本の寺ということで、えー、まあ、この根本であるとここでお月見が始まったのかもしれない 思うようよなその大元のお,お月見のシンプルなお月見と言われるものそのものその根源その起こりその大元そういった、えー、全くこれがお月見そのものお月見の大元ですね。 こ,のこれこそが長い年月今まで伝わっている月見のもとですねっていうような誠実な全くこれこそがお月見のねえシンプルな根源なんだ大元なんだと思うようなえ大騒ぎの宴もいいけれどもきちんとこうね祈る月を祈るというえお寺さんでのお月見をいたしました。ここれこそが月見ですね というそういう今日は、えー、お月見を寺でしたという、えー、松尾芭蕉の、まあ、お寺なのでストイックなのかもしれないそこの細かいところには触れていないけれどこれぞ昔から言い伝えられている月見そのものの根本ですねというそういうような、えー、今日は、えー、一句なのではないかなと思います。 えー、それでは、最後に、もう一度、松尾芭蕉306番目の句をご紹介いたします。寺に寝て、誠顔なる月見かな。寺に寝て、 誠がおなる月見かな1687年松尾芭蕉44歳の時の句です。それでは今朝はこの辺でまた明日バイバーイさよなら